友達がいないのでソロでやってるんですが、ダイヤ3手前からポイントをもりません。どうしたらどうしたらいいですかうーん、まあそうっすね。でもやっぱり大前提として、ダイヤ対でもキルが取れる実力がないとやっぱり厳しいっすね、一人で。野良でやってるなら、まあ自分、なんだろう。まあそ、なんかね、まあ、バッチでまあプレスターパッチとかつけてたら味方が来るけど、 そういうわけでもないから、まあ、味方に、まあ、味方についていって、まあ、味方についていって味方についていってヒルをまあね、ちゃんとしっかり取ってであとはまあ終盤まで戦闘を、ま、なるべく避けていればまあ、ポイントは上がると思いますよ。まあ、その中、野良の人がめちゃくちゃね。 戦闘もう戦闘票で絶対戦わなくちゃいけないっていうならまあちょっと難しくなってきますけどあそうなんか最近なんかね最近ちょっと思うところがねあのあってねあの俺って自分のこと俺って言ってるじゃないですかなんかやっぱり僕って言った方がいいんすかねどうなんだろう僕と俺はどっちの方がいいんだろうねやっぱり世間体で見たら僕の僕って言った方がええんかな ニルさんの僕は気持ち悪い <laughs>。あ、ほんと。ほんと。ノラランクでジブってめた方がいいですかいや、全然。逆にジブラルタル、うまいジブラルタルだったら生存率上がるんで、いいと思いますよ。ノラランクで、まあ、控えた方がいいなミラージュぐらいかな。レイスの立ち回りを鍛えるにはどうすればいいと思いますかうーん。 まあ一番効果的なのは上手い人の動画を見ることですね。空のタイミングポータルのつなぐ場所でどこがどこに逃げるかとか自分でプレイするより自分でプレイするよりもなんか上手い人の動画を見た方がね俺は上手くなると思う。自分でこう教科書をさ、まあ、見て勉強するよりもなんかめちゃくちゃ教え方がさ上手い先生みたいな人の授業を受けた方がやっぱり覚えられるじゃん。 まずは、うまい人の動画とか見ることが大事ですね。でも自分で何の動画も見ないで、黙々とやってね、めちゃくちゃうまくなる人は、それはもう本当に才能があると思う。でそういう人はねあの、プレイスタイルに特徴が出る。あのみんなとはあの違う動きをする。エイムとかも、立ち回り方も。自分で完全に考えられてる立ち回りとか、エイムとか、動き方だから、 そこを目指すか、まあ、基本に、基本に忠実にね、いろんな人の動画を見て、勉強するか。のどっちか。